戦争反対って拒否して、バカ野郎とまた言うのが百中かって私たち知らない間に目と耳を塞がれて声を上げないようにされていたんだ。2015年安倍政権は高市早苗総務大臣の国会答弁を通じて放送法の解釈を変更し、政権批判つぶしの言論弾圧を行った。直ちに全テレビ局の全番組が抗議をすべきだと断固抗議。2023年3月当時の安倍政権の陰謀を記録した一つの文書が内部告発により明るみに出た。このような国民を裏切る違法行為を見て見ぬふりをすることはできない。いや、この放送法の解釈は俺と総理が決める、二人で決める話なんだと。権力を押し付ける公平は公平じゃなくて、つまりごま水なんだよね。どこの放送局テレビ局もまだ報道してくれてないです。テレビ沈黙。